前さばきとは、ミートポイントを体からより前で打つバッティングのことです。それと反対なのが、体のより近くで打つバッティングです。昭和時代の王道は前さばきスタイルだったが、変化球が多様化するにつれて、前さばきの打者は対応に苦しむようになった。時代の流れは前さばきの打者を不利にする方向へと流れて現代野球になっている。前さばきのバッティングでは高いレベルでの成績安定を望めないとされていたが、中日の最近の打撃不振による得点力不足について打撃理論を今一度見直す時期が来たのかもしれない。今回は中日 OB の宇野さん、今中さんの解説でのコメントと、現阪神岡田監督が YouTube でコメントしていた打撃理論を紹介します。今の振り方なんか見ると、逆方向、右方向に打とうとしてる、見え見えですよね、はい、中村、高め要求、152キロのストレート、どうしてこうなっちゃうのかなってね、はい、逆方向はなんか、いいバッティングだったら、どんどんこうなってしまうんですよ、はい、引っ張っちゃダメなのかと、いう感じですよね、今の空振りだと、2つともそうなんですよね。バッティングの幅がもう狭くなってしまいますので、完全に右方向に打ってるなというイメージしかない、どんどん小さくなって、はい、ってしまうのはね、なんか引っ張っちゃダメみたいなイメージですよね、はい、先日プロ野球の解説で OB の今中さんがドラゴンズの打撃についてコメントしていました。大島はもっと引っ張らないといけない。流すバッティングをしても相手投手は怖くない。それを若手が真似してしまうということでした。今中さんのおっしゃる通りだと思います。これは大島選手というよりは立浪監督が逆方向への意識をめちゃくちゃ持たせているからというところもあると思います。今中さんの大島選手への苦言は岡林やリュークのようなタイプに向けての発言だと思いました。当てるだけの打撃を見本にしないでほしいということです。合わせるような打撃を他の打者が真似しないでほしいと一番考えてほしいと思ったのは、私は高橋周平選手。昔はもっと力強い打撃してたのに、自主トレで大島選手に弟子入りしてから打撃の悪いところまで見習っているような気がします。また周平選手のマンぶりが見たいです。狙ってほしないみたいなところあるよね、今のバッターね。え、今の場合はいや、今の選手ね、だから泳ぐのが嫌な選手多いんですよ。今の選手たちは僕も絶対泳ぎますよ、ね、変化球は泳がなあかんでしょ。ポイントをね、後ろ近くして打てって言いすぎる、うん、だから僕も日本監督やってる時に、うん、すっごいやっぱ近くで近いでしょ、うん、だからもっと楽なポイントで打てるポイントあるだろうっていうの、うん、そこで裁こうとしないんだよね。裁くっていう言葉なんか今の若い人知らないでしょ。知らないよ、バットにね、ボールを乗せろとかね、前さばきとかね。結論としては、今のドラゴンズの若手の選手は、近くのポイントで打とうとしすぎるあまり、自分の打撃を苦しくしてしまっている。打撃理論の多様化、たくさんの打ち方、選手に合った打ち方を、もっと選手には教えてほしいと思います。